どうも MJ です。サイバーパンク2077お役立ち情報の紹介です。今回は初心者さんやこれからサイバーパンクをプレイする方に向けた武器の基本知識と最序盤で入手できる強武器の入手場所の紹介となります。まずは武器の基礎知識からの紹介となります。サイバーパンク内では様々な重火器や近接武器が存在します。武器の入手方法としましては大まかに4つとなっておりまして、ショップでの購入、クラフトで作成、敵からのドロップ、クエストや固定場所で入手する4つの方法となります。武器の入手方法は4点となりますが、基本的にはショップなどで武器は買わずに敵からのドロップ品やクラフト機能がありますので、こちらで武器を作成するのが効率の良い武器の入手方法となります。またクラフトをすればこちらに書かれているようにランダムなステータスが付与されるようになっております。そしてアップグレード機能がありますので、拾った武器やクラフトで作った武器はレベルに応じてアップグレードをし続けることができるようになっております。なのでショップなどで武器を購入しなくてもアップグレードをし続ければレベルに応じた強い武器が入手できるようになっております。もちろんですね、武器を作成するにはアイテム部品というのが必要となってきますが、こちらはジャンク品や消耗品の飲み物、拾った武器で使わない武器などを解体していけば、左上に表示されています部品の項目に解体するものに応じて部品が手に入るようになっております。次に武器にはアタッチメントや改造パーツというのが付けれるようになっておりますので、さらに武器を強化することも可能となっております。ただですね、一度付けてしまいますと取り外し不可となりますのでご注意ください。アタッチメントや改造パーツはドロップ品を拾ったりショップでの購入、クラフトの作成機能で作成できるようになっております。はい、ということで武器の基本知識となります。初心者さんやこれからサイバーパンクをプレイする方は武器はショップでは買わず敵からのドロップ品やクラフトで武器を入手してみてください。次に最序盤からでも入手できる強武器の紹介となります。今現在装備している武器がその武器となるんですが、こちらの武器はテック武器といいまして、チャージをして銃を撃つ武器となります。またこちらの武器の特徴としましては、遮蔽物や壁を貫通して敵に攻撃を与えることができるようになっております。で、今使用してました武器がこちらのクラフト項目にあります猫股という武器となります。ある程度お金や武器などが揃うまでは一つは作成しておいても良いかと思います。最序盤からでも作成可能となっておりますので、初心者さんやこれからプレイされる方にとっても序盤では活躍できる武器かと思います。クラフト以外でも入手する方法があります。敵から固定ドロップする場所がありますので、そちらで入手可能となっております。
マップで言いますと、ナイトシティの自室の北側にあるこちらの暴行現場の敵ドロップとなります。さらにこちらの場所はデクスター・デショーンとドライブをするジョブで降ろされる場所のすぐ近くとなってますので、最序盤ですぐに入手可能となっております。はい、でここがですね、メインジョブドライブで降ろされた場所となります。簡単な紹介となりましたが、サイバーパンク初心者さんやこれからプレイを始める方への基本的な武器の知識や、最序盤からでも入手できる強力な武器、猫股の入手方法の紹介となります。猫股に関してはレア度はあまり高くありませんが、序盤からでも使える強力な武器となっておりますので、少しでも参考になればと思います。またこれからもサイバーパンクのお役立ち情報や攻略動画なども上げていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。